れ、え、なんすか、テルちゃん、なんか、え、柵が、あれ、柵があるんだけど。 That's my way, my way, that's way now. That's my way, my way, that's way now. どんな時でも心奮い立たすもの、魂から溢れ出る言葉たち、手がかりならどこにでもあるさ、自分で使わなけりゃなくなっちまう。 That's my way, my way, that's way now. That's my way, my way, yeah.これ大丈夫そうですよ。ほら、イノシシ等の野生動物から農作物を守ってますから、ハイカーの皆様は扉の開閉は可能ですと、開けたら必ず閉めてくださいと。なるほどね。ということはだよ、はい、ということは、はい、鹿やイノシシがこの柵の外にはいるってこと、はい、そういうことです。大丈夫、はい、だからこの柵の中には野生動物がいっぱいいるんで、気をつけろってことです。わかりました。まあそんなこんなんなんて、先へ行きましょう。はい。はい。なんとね、これ閉めて。閉めてください。はい。ちゃんと。なんかこれ。大丈夫ですか。はい、閉まりました。閉まりました。はい、 OK です。いやだけど、おい、一瞬ビビりましたよ、ね、ちょっとね、なんか中止かなと思って。いや、ビビったっていうかね、ちょっとあの、じゃあ川でいいかなってちょっと思う。なんかね、下ってって感じでしたけど、うん、だけどまあ入れてよかったですね。そういうこと、行けってことですよ、うん、はい、もう行きますけど。行きましょう。はい、こういういい空気を吸って、自分の足で地を踏みつけて、自然からのパワーをもらいながらね、そして悪いものを吐き出し、ね、必ずいい方向に向かっていきますよ。これ村沢さん、なんかいいこと言ってるじゃない。そりゃそうですよ。そんな番組だった、てるちゃんの。最近ちょっと方向性変わってきた。ちょっと スピリチュアルになってきてる。なるほどね、はい、いやいや、やっぱでも本当になんかこう空気がいいですね。気持ちがいい。ああ、気持ちがいい、はい、こんなに深呼吸することないもんね、都会にいた。そうです、吸いたくない。そう、いや、テルチャンネルをご覧の皆さん、皆さんもやってみてはいかがですか。うん、これは推奨するね、はい、うん、まあ、いつかはなんかこのテルチャンネルで、うん、なんかね、うん、オフ会じゃないけど、はい、こういうちょっとした山登り、うん、ハイキング、あ、いいかもしれない、ね、キャンプみたいなのとかを、うんうんうん、なんかそういう人たちとやりたいね。やりたいですよ。ああ、はい、ええ、みんなとこのなんか気持ちよさを分かち合った上で、はい、なんかこう一杯飲んだらきっと美味しい。いやいや、うまいですね。ね、はい、はい、まあそんなんで先に行きましょう。はい、はい、そこの左にほら、お、なんかあります。また出てきたよ、標識。はい、標識ありますね。おねま、はい、あ、出てきた。55。あ、ずいぶん進みましたね。ずいぶん進んだよ、はい、こっちだ。もうすぐだよ。頑張ろう。よいしょ。ここ出てきましたよ。あ、一回国道みたいなとこ出てきた。こうですよ。今この辺りにいた。こっからこうずっと行くわけだよ。まだ行くんだ、ね、こうなのかな、わかんないですけど、まあこっちでしょうね。だから、はい、
はい、でもほら熊がね一応出没注意って書いてあるからね。いや大丈夫なんですよ村沢さん。これね、はあ、熊出没注意で思い出したけど、はあ、小爆でもね、はあ、そういうシーンがあるのよ。熊が出没するシーン、そんなありました？小爆が5人でね、はあ、富士山にツーリングに行った時に、うん、歩いていくとこの熊出没注意の看板が出てきて、こういう感じで、でみんながダッシュで逃げるっていう、はあ、その時に俺が歌った歌が、はあ、早く逃げなきゃ食われちゃうっていう曲なんだけどね。まあどうでもいい話か。先へ急ぎましょう。まあ一応これ一回トイレありますんで。トイレ休憩ね。はい。はい、環境に優しいトイレ。うん、本当だ。なるほど。いやー村沢さん、はいはい、結構一息ですね。とりあえず、うん、でもあれだったね、案内のなんかあのチラシには一応このバイオトイレがちょっとなんとなく中間地点に、はい、書いてありましたもんね。うん、なんとなく、いやいやいや気持ちいい、目標には近づいてる気がします、うん、ちょっとどうですか村沢さん、はい、ちょっとコーヒーでも一発飲みません？いやいや最高にいい、はい、いいですねそれ、はい、こんな、ここやっぱり一つコーヒーでしょ、空気の美味しいところで、はい、コーヒーなんて、はい、そういうものもちゃんと用意してきてるんだ。やりありますね、マジでさ、そう、ここ抜かれない、ね、抜かんないですよ、これすごい、ほらなんか出てるでしょ、なんかこれ出てる、見てます、すごい、なんか私のこの荷物は今日完全こういう防備になってます。すごいよね、はい、だからこれ 2,3 日遭難してもいいだとなる、いやこれもう大丈夫です、感じだよね、はい、食えます。はい、であと一つ思ったのは、はい、てるちゃん若いわやっぱりなんか。あ、そうですか。うん、元気。53なんですけどね。そうだよね。あ、そういえばあの3月の26日、今これ3月の今日はまだ、まあ、半ばぐらいですけどね。そうそうそう、ね、あの、うん、3月のこの26日で、はい、私今度53歳になる。あ、今月誕生日で。あ、そうなんです。そうですか。はい。それおめでとうございます。もうそうこう言ってるうちにもね、こうやってね、はい、あのシャキシャキこうなんか段取りよくね、今固形ね、はい、あの固形じゃなくて、ね、これガス、はい、ガスのなんていうの、こういうのランタンっていうの、そうです、うん、トーチっていうの、そうです、これをバーナーですね、セッティングしてちゃんとこう火を起こすべくね、やるわけですよ。そうなんですよ、そうです、いいね、もともとそういうキャンプの趣味っていうのってるちゃん、まあ、キャンプまではそのあれしてないですけど、登山を少しやってましたんで、うーん、まあ嫌いじゃないんですよね。そうなんね、はい、した村沢さんちょっとあれ持ってます、はい、あのマグカップ、自分の、はい、マグカップ持ってきてないですね。え、マグカップってあの持ってくるもんなの、こそれぞれだってそじゃないと俺ね、ごめんね、キャンプ行かけばよかったの、キャンプ、うん、これでいいですか、じゃ あ全然いいですよ、うん、あの、うん、それでコーヒーいただきますよ、はい、うん、マグ村沢さん、マグカップは、うん、マストでお願いできますか。わかりました。すみません。じゃあ、今回ちょその足りなかったものを、はい、いろいろとその何でしょうね、ちょっとチェックしまして、はい、次回の参考にしたいと思います。そうで、マグカップはもうマストでお願いできます。マストな2回言ったから、うん、相当マストなんだね、それは。じゃあかなりマストだと思います。マグカップぐらいは。いや、なんかカラカラ言ってて1個しかないから、あれ俺ないなと思ってたんだけど、でもこれすごいよね、このほらちゃんと夜間もさ、ちょっと本気のやつだし、いやいや、もう結構ビシッと、あれてるじゃん、形から入る人なの、形も大事な人。あ、なるほどね、やっぱ気分が違うじゃないですか。そうだよね。そしてやっぱりこういうのを、うん、見てください、これこうですか、やっぱこういうのをやっぱりこう絵に写した時に、うん、そうだよね、やっぱりなんか違うじゃないですか、本気度が伺えるよね。そう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 です、うん、それはすごく思う、ね、で、こうです、あ、こう来るわけだ、でちゃんとこの下が上映らないようにこういう防火の、うん、防炎シートみたいなのちゃんと引いてるわけだ。そうです、ちゃんとしてるんだね、てるちゃんって。俺はそうですよ、うん、当たり前だのクラッカー、うん、ね、まあ、その辺はちょっと50代丸出しな感じだけど、うん、どうですか、こ
コーヒー。あ、なるほど、ちゃんとインスタントじゃなくてこれドリップのチョコレート。あ、なるほど、いいっすね、ちゃんと。でもここにも糖質、ちゃんと糖質ゼロ、砂糖ゼロってこと。まあ、こんだけ歩いてれば別に糖分取るのは別に悪くはないんですけど、うん、まあ一応いいんじゃないですか。わ、うんうん、かりました、うん、これからね、てるちゃんの入れてくれる美味しいコーヒーをちょっと、いただきたいと思いますので、はい、はい、じゃあそれお楽しみにしてください。はい、はい、ありがとうございます、お願いします。あれ、お湯が沸いたようですか。いい感じじゃないですか。どうですか、 あっという間に、うん、このやっぱコーヒーはドリップコーヒーでしょ、ね、こうなってくるってと。どうですか、本気のコーヒーだね、これ。いやいや、これは全然香りが違うんで、やっぱりインスタントとか、ね、ここでインスタントで溶かすのよりは、うん、せっかくお湯を沸かしてね、こうなってるんですから、うん、こうじゃないですか。どうですか。なるほど、あ、そうだ。ただ問題はこれなんですよ。それこれ、これいけないでしょ、これ。これあれなのかな、やっぱだめ。これだから、ここでついで村沢さんのはちょっとこっちに移すしかない。わかりました、わかりました、ね、はい、はい、あの、僕はもう今日すみません、キャンプ初心者のもんですから、はい、村沢さん本当にそれ勘弁してもらいたいな。あ、一つ言い忘れてましたけど、はいはい、あのマグカップはマストですから。だ、言い忘れてないから、うん、3回目だから、うん、コーヒーよね。あ、なんか注ぎ方もなんか優しいですね。やっぱ少しずつやんないと蒸らしながら、ね、なるほどね、うん、というのを出していくわけですよ、うん、こだわりがすごいね、なんかいろいろ。いや、どうせ本当に違うんですよ。でも美味しくなるんですよ、一気にわーってやっちゃうとダメですね、はい、はいはいはい、そうそう、あのテレビで、あの CM で中井貴一さんもやってましたもんね、注ぎ上手ですからみたいな、あ、なんかそういう CM。 注ぎ上手と呼ばないで、それ曲が違うんじゃない、それなんか一人上手じゃなかった、うん、しかも古い、そうです、しかも古いからね、歌だいぶ、うん、でもまあいいのか、これ見てる人はみんな、これだけどね、俺と村沢さんでこれでいつも番組撮ってるとカットに困るんですよ。うん、編集点ないから、ね、そ、編集点ないし長くなるでしょ。長くなる、余計な話多いからね、うん、だからもう村沢さんの回の時はテルチャンネルご覧の皆さん長くなるけど、ちょっとお付き合いお願いします、本当に。だいたいいつも20分ぐらいで作ってるんですよ、1本。そうだよね、うん、だいぶ、だからもう村沢さんの場合はもう本当に前編中編後編ぐらいまで行く可能性があります。うん、そうだよね、ありがたいです。もうもうこうなったら10は完結ぐらいで。もう道中も結構回してっからね。一個のこの何、あの山登って、そう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 、行く回だけで山登りキャンプでもうなんか、ね、いいじゃないですか。そうですかね、うん、まあ編集するのはてるちゃんで、僕ちょっとその辺のご苦労がよく分かってないんで、てるちゃんと今井ちゃんがどういう風にしてくれるのか、ちょっと物撮りもお願いしますよ。あ、そうね、はい、あ、そういう感じで、この湯気がまたね、なんか本当にこのちょっとひんやりとした山の中腹に、そういい感じにね、うん、なんかこう来てますよね、全てがなんかこう気持ちがいい感じね、うん、そう、そして、うん、あそこの木々の間から照ってくるあの太陽の感じ、なるほど、木漏れ日ね、木漏れ日どうですか、あの感じ、なるほど、いや、いいんじゃないですか、パワーもらってますよ、もらってますね、気持ちいいね、こうじゃなきゃダメだ、やっぱり今日都会の喧騒とは違いますね、全く違うね、最高です、ご機嫌です。よし、これでとりあえず1本目はこれでいけると思うんですよ、はい、そしてこれをこうですね、ほら、こんな感じでこう出てるわけですよ、ラララララララ、これは美味しいでしょ、間違いなく、もうだから香りがね、いや、もう香りが全然違いますもんね、全く違うね、香りだけはやっぱり伝わらないんですよね、あ、YouTube では。YouTube では香りが伝わんない。そうか。これからでも 4K、8K、16K、32K、64K なんかなってくると、はい、まあ 128K ぐらいからは、行けば香りも届く、香りも来る可能性は十分にある。はい、あります、うん。でもなんか一回映画館でそういうのをさ、うん、やったんだよね。あ、香りみたいな。あの香りが漂って、例えばそういうシーンによって香りが来たりとか、水蒸気がパッと来たり、風がパッと来るような。水がピピッとか飛んできたりね。そう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 、あったんだけど、受けなかったね、意外と。やっぱ違うんですよ。そうじゃねえだろって話なんですよ、結局。そう。そんで、村沢さん、これを、はいはい、こっちに移します。もう村沢さんのために。なるほど、俺のために？そう。ああ、ありがたいね。なんかマグカップがないからね、俺の。そうです。うん、はい。あ、そして、ありがたいね。で、うん、これはとりあえずこっちは、うん、これはこっち置いといて、うん、これで一杯はもう一杯をこれでもう一杯作ればいいじゃないですか、うん、なるほどね、
すいませんね、なんかお気遣いいただいて。マグカップがない、うん、でもよかった、てるちゃんがなその別カップ持ってきてくれてて、なんか、はい、いやだから村田さん本当マグカップは回すことないできます、うん、本当に、うん、よかった、でも持ってきてよね。はい、じゃあこれでこっち側も持ってみましょう。なるほど、2杯目をね、はい、ですよ。いやいいですね、贅沢です。音もいいしね。なるほど。そして小鳥が、あ、ピョ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 と、ね、ほらね、こういう耳を澄ます時間、なるほど、素敵です。静粛の中にもこういう自然の BGM が、そしてこのコーヒーの香り、なるほど、草木の温かみ、うん、あれちょっと待って、テルチャンネルってさテルチャンネルっていつからそういう、何、そういうお客さんを相手にする番組になったの？最近なんか変わってきた。最近ちょっと、うん、そっちの人たちにもアピールしてるんですよ。なるほどね、はい、だから時折スピリチュアルな話とかチラッと挟んでくる。そうです、なるほど、これはそうでしょ、やっぱり。かしこまりました。私もじゃあ全部入れちゃうの、その辺ちょっと頭に入れながら、はい、というわけでコーヒー入りました。いただきます。乾杯。はい、では今日はよろしくお願いします、はい、いただきます。コーヒーです。あ、美味しい。うまい。美味しいですね。何なんですかね、これ。いやー、すべてがなんかこう、ね、マッチしてる感じですね。うん、この状況。これはうまい。美味しい。ね。うん。いやー。まあまあ、あれだよね。そのてるちゃんが持ってきてくれて、こんなこと言うのあれだけど、はい、それこそ都会で飲んだらね、そんなうちでこうドリップしたこうコーヒー飲んでもやらないでしょ。まあ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 やらないですけど、そう、ここまで美味しくはない話だと思うね。やっぱりね、そうか、うまいんですよ。うまいんだね、うん。そしてこのチョコレート、チョコレートどうぞ。ありがとうございます。これがね、うん、いいんですよ。糖質ゼロで糖類ゼロなんだけ なんだけど美味しいの。うまい。そう、全然やっぱ違うなと思いますよ、やっぱこういうところで食うと。これ一ついただきます。いただきます。ほら、うん、ほんとだ、今よくできてる。美味しい。でコーヒーが、うん、コーヒー飲んでください。それがコーヒーからクワッて消えていくときに、うん、うん、合うね、合う、うん、カカオの味がバッとね、うん、鼻に抜けてくるね、うん、すごいんですよ、うん、これがいいんですよ。なるほど、はい、最高です。結構贅沢なもん知ってるじゃん。いやいや贅沢です、私はね、はい、うん、酒ばっかり食らってるわけじゃないんですよ。そうだね、はい、でこうやって考えるとお金をかけるだけが贅沢じゃないんだね、やっぱり。そうなんです、うん、金なんてね、かけるだけじゃ、かけてもダメなものはダメなんです。ダメだね、はい、うん、お金を、もちろんお金って大事ですけども、うん、お金で買えないものはやっぱりあるんですよ、うん、例えば今もここの場面に車ですってきて、うん、ここで降りて、うん、このコーヒー立てて飲むかって言ったら飲まない。ああ、そうだね、うん、もう缶コーヒーの世界なんですよ。うん、でここまでちょっとやっぱ歩いてきたじゃないですか、うん、一汗かいて、うん、で自然の中をこうね、うん、自分たち体験しながら来て、深呼吸しながらね、ここで湯を沸かし、コーヒーをドリップし、なるほど、ね、そして、気の合う、ね、人たちと一緒にこう飲むのが最高なんですよ。そうなんだね、はい、まあ偉そうなこと言ってますけれども、いやいや、もうテレチャンネル、はい、テレチャンネルすっかり路線変更しちゃったからな、うん、ちょっと俺もなんかいろいろ用意してこないと。いやいや、路線は変更してないんですよ。そう、街中でぐたぐた言いながら立ち飲み回りをするせんべろの企画もあれば、男50から初めて体験するスポーツだとか武道だとかね、ああいうことやってみたりだとか、そういうのもある。そしてこの自然と戯れるっていうのもあるってことですよ。いろんな面を出していこうと。そうです、いうことのね。力強かったね今のね。そうです、わかりました。
私もじゃあ乗り遅れないようにね、いろいろやっぱ村沢さんが俺のアウトドアの、うん、断ることにやっぱり来てもらわないと。アウトドアはね、まあ今日も来て本当になんか楽しいとまあ今思ってるし、はい、まあ前にも言ったかもしれないけど海にはねよく行くんで、はい、山にはあまり行かないけど、まあ、サーフィンなんかはやりに行くので、うん、ぜひなんかだからもっとあったかくなってきたら、うん、僕もやっぱ村沢さんのサーフィンの方に、そうそう、ぜひ去年そんな話もあったからね、うん、チラッと、そもそもあの昔の村沢さんがやってたホッキホッキ TV、ホッヒホッヒね、あ、ホッヒホッヒ TV、うん、YouTube で、ね、YouTube でホッヒホッヒ TV っていうのやってたんですよ、うん、やってたやつ、うん、最近もうちょっと止まっちゃってるんですよ、そうもう何年も止まっちゃってますよね、もう3年ぐらい止まっちゃってますよね、うん、だからまあそれを復活するかしないかは別としても、うんうんうん、あれみたいな感じのやつ俺がのっこみでいきますんで、あ、やりましょう、そうですね、はい、ぜひぜひ、うん、はい、アウトドア編でね、うん、海もあれば山もあり川もありっていうやつやりましょうね、うん、まあその辺のところもお楽しみください、はい、よろしく、哀愁、動画面白かった。